は意味ない子供電話相談室ね。子供ってのは本当にねびっくりすること聞きますからね。そうなんだよね。驚いちゃうね。あの発想でいつなくなるんでしょうね。ああいうのってのは、教育を受け出すとなくなるんだよね。不思議だね。そうなんだよ、うん、そうなんだな。さあ、まあ教育も大事ですけど、そんなフローしてどうする。品川区の天才肌くん、子供が聞きました。なで方って女の子にモテないんでしょ、高谷先生。僕は怒り腰だけだけどね。バカでもうまい。あげよう。最も向いてない人だね。子供電話相談室メールできました、うん、沖縄の丹波哲郎39君、うん、子供、僕ん家の隣はいつもヘリコプターの音がうるさいんですけど、東尾監督、バー、隣の圭一君じゃないか、バー。ヘリコプターみたいな声だってことか。子供、うちのお母さんが出て行っちゃったんですよ。恵比寿吉川先生、じゃあ晩ご飯出前取ったらいいですね。まあいいっそ、あげよう。松田氏の Y 君、うん、子供、水戸黄門の助さん格さんってどうして印籠を見せるの。回答者、それはね、結婚指輪の代わりなんですよ。バカで面白い。子供、なぜ水戸のじいちゃんが出てくるの。回答者、それはね、仲人さんの紹介なんだよ。全然答えない。これ面白い。面白い。でも子供ってこういうの言うと、イエーって笑うし、うん、この間ね、毎日新聞のね、取材で、うん、子供がインタビューに来るって、うん、受けたんですよ。でね、中2とね3年生と1年生の、うん、と 2歳の4人家族のお父さんとお母さんと、うん、でちゃんと毎日新聞の人も来るのよ、うん、で一番下の1年の子がもうお兄ちゃんがで、お姉ちゃんは自分がもう中2ぐらいだから恥ずかしいから弟に全部聞かせるわけ、うん、弟の耳自分で聞けよ、テレビに出てて恥ずかしくないんですか。恥ずかしくないよ。1年の子がバカバカバカって飲んでるジュースをバカバカバカ飽きちゃってもうでお姉ちゃんがやめなさい、やめろやめなさい、ブクブクブクで僕面白いから僕ブクブクって言ったらギャーって調子に乗ってブクブクってやってのけぞってギャーって笑って椅子の背にガーンってぶつけて自分でぶつけたから我慢してるの。それあれおかしいね。子供自分でやったこと我慢するんだよ、ね、ちゃんとピッティーと面白かった。そうですよ、又山くん、子供緊張しながら僕食べ物のあの好き嫌い、僕食べ物好き嫌い、僕食べ物好き嫌いと言ってた田崎潤先生がぶたキムチ連想ゲームかと思っちゃう連想ゲームかと思っちゃう。これ面白いね。面白いこれ。これあげましょうね。もう一つなんですよ。佐々木さん面白かった。小玉清さんはなぜ角を取った取らないであんなに大騒ぎするんですか。小玉先生、角の取れた人たちは優しい気持ちになれるからです。では次の問題よろしく。その通りです。岡山の吉岡さん。ファイナルアンサー。フィフティフィフティ使います。子供。小高井さんのお父さんはデンゼル・ワシントンに似てると評判ですが本当ですか。小高井先生、確かにその通りだけど、ラビのお父さんは高田の川崎慶三と呼ばれていました。お兄さんは神戸哲郎、神戸一郎さんに似てます。函館の YTJ 君、甲子園で大活躍するにはどうすればいいんですか。バンドエイさん、そんなことより儲かる話ないんか。ひでえ、あげよう。いや横浜のギョエテ松原君、うん、意味ね子供電話相談室。子供、熊本県にある大きな山って何ですか。タモリ先生、あ、そうなるほど、あ、そうさん、うん、これ外人に言うと気をつけないといけないですよ。うん、僕の家庭教師の先生が言ったでしょ、お前、うん、言わなかったっけ。なんだっけ、あの今までの先生が英語で、うん、すごく記憶に残ってる旅行は何だっていうから、うん、大学の時に九州の友達の実家に行って10日ぐらい遊んで、阿蘇山に行ったのがいいっつって、マウント阿蘇、阿蘇、阿蘇、阿蘇 is beautiful、 阿蘇 is beautiful とか言ってたら、先生が笑ってて、どうしたんだって言ったら、うん、be careful、 阿蘇は阿蘇に聞こえて、うん、そうなんだよね。で僕がボルケーノとか言ったら笑ってたわけ。ああ、なるほど。気をつけなさいって言われて、そんなこと言ってもね、阿蘇なんだもんね。そうですよ、松山君、子供、ポッポ屋を見て涙が止まらないんですけど、どうしたらいいですか。うん、本田博太郎先生が、すぐ北京原人を見なさい。自分で言うのもなんだけど、嘘みたいに冷めていくのがわかる。俺本当借りて見てみよう、これ。あげようこれ。能代市の渡辺純一君、
子供、台風はどうやってできるんですか。お天気の森田さん、私はビーバー、食べ過ぎのビーバーバーカーでーちょっと丸いけど別に太りすぎでもないでしょ。池田正則くん、子供、女の子2人に告白されました、どうすればいいですか。長嶋茂雄、やはりガルベスですね。わかんねえ、わかんねえ。墨田区の宮沢大輔くん、子供、東京タワーどうして333メートルなんですか、うん、先生、三木清隆の耳、略して333だから、はあ、なんだろう。ディズニーランドはどうして日本人に人気があるんですか、うん、先生、三木清隆マウス、略してミキマウスがいる。バカじゃないの。ダブルでおっしゃるんだけど。水木さん、この間青山の駐車場で会ったけど、腰の低い人だった。おいくつぐらいなの。4級ぐらい。そうだね、関根さんにちょっと上がる。ちょっと上じゃないね、うん、高速エスパーだもんね。そう、そうね。ね、うん、あ、こんにちは、いい人だったよ。そう、刑事件カール2の奥様。あ、川添介さんだ、カールの。カール、カール。それとよく似たタイプですが、本田博太さん、ガメラ。で、鳥は抑えろ、監督。画像師の黒川なのに。子供。子供。ジャイアンツは今年優勝できますか、うん、長嶋茂雄先生。あ、これはもう、長嶋さんの答え。ジャイアンツは今年優勝できますか、うん、そうですね。上原バーッと投げて、松井がガーッと打って、西がダーッと走って、工藤がコメットさんとダンス踊ったら優勝ですね。工藤は田辺康夫さんにだ。なるほど、似てる。似てる、うまい。似てる、うまい。似てるわ。この恵美子さんと似てる。似てる。似てる。よくテレビショッピング2人でやってるよね。そう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 。あと、ジュン・アリスさんもよく出てる。さっきも言ったけど、ジュン・アリスさん、俺も、俺ひどいよね、女の人の方が。あ、うちの女房、ジュン・アリスさんと見て、うんうん、あらららららら、あらららら、いや、俺最初見た時、旦那さんはさ、変わってない、そんなに。俺もだってこうだもん、うわーってしちゃったもん。マジで、真剣と書いて、マジで。あと昨日かな、僕、フジテレビかな、夏の紅白歌合戦って見たら、いい歌で出てくる、うん、稲葉明が出てきて歌うわけよ。西野真子さんまでは、あたや狼にって歌って、上手くなってるの。柴田初美さんがマイラグジュアリーナイトで出てきた。あの、シュレイコさんもすごいだろ。あ, あと、伊丹社長さん最近。撮っちゃった、撮っちゃった。この間もかっこよかったのにさ。あ、そう。うん。狭山市のサンデースペシャル君。うん。意味ね、子供電話相談室。うん、もしもし、悩んでることがあるんですけど、伊藤さんが、もしもし、悩んでることがあるんですけど、織田裕二先生。どうしちゃったんだ、伊藤、頼むよ、伊藤。全然答えになってない。頼んでんじゃん、これ。答えじゃなくて。悩むなよってこと。激励してるってことか。北区の馬場和弘君、はい、子供、英語でただいまなんて言うんですか。峰竜太先生、うん、うなぎ買ってきたから中に入れてください。面白い。怖いうちなんだろうな。幸せなのかな、皆さん。いや、幸せなんじゃないの。それで一応彼いいの、ババ君、うん、特に決まった言い方ないが、ハロー、アイムホーム、ハニー、アイムホームだよね。そうだよ、アイムホームって言うんだよね。いいな。いただきますもないもんね、英語では。あ、なんかお祈りが代わりになっちゃう。神様、どうもありがとう、うん。北区のババカゼロ君、子供、うん、僕は将来刑事になりたいんですけど、どうすればなれますか。杖口茂先生、とにかくおばさんパーマは絶対必要です。お、子供、幸せな結婚生活を送るにはどうしたらいいでしょう。勝野博士先生、涙声で、そんなこと俺に聞くなよ。いいね。子供、フランス語でただいまはなんて言うんですか。勝野博士先生、ああ、モンソワールなどです。ちゃんと書いてくれてんだな。バーカ。これさ、ほら、この、ほら、露口先生の聞いたら、おばさんに絶対人ってあるでしょ、うん、これね、あの、テイク2の深澤くんが、カンペさんに舞台袖で聞いたんだって。うん、僕、カンペさんみたいに面白い人間になりたいんですけども、って言ったら、カンペさんが言った言葉が意外だったんだって。なんて、じゃあ、芝居上手くなんなきゃねって。あんまり意外なことも返ってきたんで、びっくりしちゃったんだって。あ、
あきっちりし、きっちり芝居ができた中で、あの、ずらしていくて。あのおふざけなんだよ、ね。ずらしていくってね。そういうことだよね。そういうことなんだよね。そういうことなの。やっぱり素晴らしいな。重い言葉だ。うん。練馬区のシリコン君。初めて友達の家に行くんですけど、うん、どうすればいいですか渡辺篤先生、うん、まず玄関を掘りましょうそして風呂に入ったりベッドルームで寝たりしてから最後に一言わかりましたこれあげよこれわかりました面白いよなあれはキーワードだよねカメラさんとかに、ね、終わりだよっていうわかりましたわかりました伊東市の杉田博之君子供お姉さんに質問お姉さんは家のママより年上なのにどうしてお姉さんなんですかおばさんじゃないんですかなるほどお姉さんここで一曲を聴きくださいと言って曲をかけます曲が終わった後子供はいつまでも若いからお姉さんなんですねとなぜか泣きながら怯えた口調で言うのであった一体曲の間に何があったんでしょう面白いこれあげようペンネーム東方ファイ君子供ジョージアの CM のブルース・ウィリスのギャラっていくらぐらいなんですかなるほどブルース・ウィリス給料いらない嘘 Give me 3兆円バカだあげようぜこれでも高いよねきっと高いと思うよ億単位でしょ億でしょ絶対多分ね練馬区の中島光一君子供5歳なのに指がえ全然意味ないじゃん中島光一くん好きだけどさ5歳なのに指毛がボーボーです回答者女とマヨネーズ女とマヨネーズあげよこれ子供この間買った スプーンなんですがいまいちしっくりこないんですよ回答者お前寝言ですごいこと言ってるぞおいなんだよこれ意味わかん面白いこれこれいいですか、ね、子供カレーの煮付け美味しいですよね子供が聞くんだよ回答者いくら尻の筋肉鍛えても鉄板の上に座りゃ冷てんだよ原点で七尾市の里見隆春子供宇都木健さんのタイツ越しに膨らんでいるものは何ですか先生仕込み杖ではありません盗んできた琵琶ですビワってのがいいね。いやうまい。ビワだよね。ビワだよ。ビワってうまいね。ビワうまいね。いかにもさ、日本の食べ物の感じ。そう。それで水菓子って感じ。そう。水菓子って言うじゃん。いいね。ビワみたいな女の子求めてます。バカじゃないの本当に。出会いのサイト。何調子に乗ってんだよ。何言い出してんの。何言い出してんだよ。何言い出してんだダンス。うわ、なんだ。パワフルだな。練馬区の中島光一君子供どうすればお魚食べられるようになりますかあいい質問だね回答者勇敢マダムに毎日なだられていればいつかは猫になれますバカ子供ビッグバンの起こる前は何があったんですか、うん、これ本当そうだよね、うん、回答者馬を触るべきか馬に触られるべきかそれが問題だ見ねえ YTJ 君は誠です、うん触られ天国がたった今開演しました。ミルのあれを。にゃん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 。相談室じゃないじゃないかこれ。相談もしてないし。留守番電話に変な声入れないでくださいよ。ミルのあれを。あたいのヒゲが勝手に喋るのよ。にゃん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 。あげようか。しながらの報告。事件ある事件。ええすけ。子供。いぶき先生、どうやれば先生みたいにギターが上手くなるんですか？いいね。いぶき、それはね、ギターを使うと一番気持ちいいからなんだ。なんだかわかんない。バカじゃないのこれ。中島光一くん、練馬区。星はなんで光ってるんですか？滝田栄先生、私は今、靴下を脱がされています。子供、虹はなんで七色なんですか？広岡俊先生、うん、牛の。膨らんだ部分牛の膨らんだ部分疲労過剰って久々だむっくんぐらいでしょ年そうそうそうですよ足細くてさ毛深いんだよヒゲ濃いの毛ガニみたいだった何俺は疲労か毛ガニって言ってた自分の中で自分の中でそれはあれや今頃カミングアウトしたあれあれや毛ガニシュンって呼んでた今やってらっしゃるんでしょでも仕事多分ね子供月はなんで欠けて見えるんですか下川達平どうしようもないくらい好き
なんだよ。わかんない。来週です。ハローチスー君が考えてくれました。意味ね、夏休みの宿題。宿題ね、もう出るよ。例えば、体育。毎日ラジオ体操に参加し、体操の途中のジャンプのところで、ほっぺがプルンプルンしているおじいちゃんの似顔絵を描きなさい。体育の宿題。保健体育の宿題。市民プールに行き、水深30センチのちびっこプールで溺れている逆人魚姫姿。かっこ、タイのお頭を頭にかぶり、下半身は生まれたままの姿の高橋秀樹ちゃんをマウストゥーマウスで助けてあげましょう。こういう意味ない宿題。これ寝たい。お待ちしてます。